はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15チャプター15おまけパートやっていこう。今回はドロール洞窟の奥に眠る脅威を倒しに行くわけだけど、多分この洞窟は動画外で探索したところで、まあこんなのどかな森林、まあ、草木囲まれる奥にある、まあこのゴツゴツとした岩肌の奥にあるところなんだけど、場所がここね。さあ、特に前回と変わったことはなく行ってみよう。さあ、以前ここ来た時はしごを下ろしておいてよかった。確かね、こっちの奥に、あるね。ここはね、ここ入んなくても大体40レベル前後のモンスターが出てくる、そこそこな洞窟なわけだけど。扉を見つけたな。先に進むのか。行ってみよう。クエスト推奨レベルは72になってたっけな。前回は結構さっくり行ったから、ここもさっくり行けるといいんだけど。なんだ？開いた。よし、行こう。なんかノクトがぐちゃぐちゃ言ってるんだけど。さあ、一瞬モンスターが透けてたな。さて、9機。これ囲まれたら。あ、待て。9機のレベル高いバージョンだ。容赦はしない。あ、待って、強い。そんなバカな。吸気がこんなに強いわけがない。オッケー。で、ヘクトアイズが。サイズが映ってた。普段フィールドにいる9機なんてシフト一発なのに、こいつら強いぞ。レベル68もある。パリ、もう一度パリ、さらにパリ。1体ずつちゃんと倒していこう。オッケー。もう一体。さあ、吸気がやたら強くなっているな、この洞窟には。分岐で何度も出てきたらしんどいな。うわー、めっちゃいるな。魔法。あや、魔法だと一瞬だな。あ、すごい、凍りついてる。終わった。さあ、分岐部屋っぽい。さあ、どれにしようかな。ここはあえて左。あ、出てくるんかい、結局。なんだよ、パワーシザーもレベル高いし。パリ、待って、イグニスが危ない。待って、自分も危ない。ポーション、イグニスも。待って、ワンパンが強い。
ワンパンがすげえ強いパワーしてた。パリフラッシュ、ファントムソード、はてー、はて、やつに届いてない。しまった、おい、ちょっと倒れてる。ぼんやりしてんだよ。誰だ。よし、あー喉乾いた、腹減ったな、苦戦したからな。パワーシザー強えな、レベル上がると脅威だな。さあ9期だ、9期も脅威だ。油断禁物、これで決めよう、うまく合わせろよ。バックアタックリンク、うまいこと言ったな、お互いにな。経験値もザックザク溜まっていくけど特に意味はない。さあ当たりか、ここ当たりじゃないか、当たりだけどしんどいなこいつら。魔法使うか、いやでもコンダクター使ってから魔法使おう。まずは普通に戦おう、なるべくダメージを受けないように。パリ、いや、ガードメインでいけば別に魔法なんて使わなくてもいいか。ガードができないとこうなるけど。イグニス、待って、イグニス、ダウンした。待て、ちょっと挟まれてる、挟まれてる、やめて。手が震えてきた。ほら、さあ得意になったな。よし、ウィンク、容赦はしない。オッケー、危なかったな。しんど、無事で何よりだ。さあしんどかったけど分岐ルートは当たり、あーひどい。パワーシザーをどうしてこんなに配置するの。ガードだ、こっちを叩け、痛い。ファントムソードだ、前にパリ、よし、あとはこいつ受けてみろ。メガポーション、あと分岐部屋は2つぐらいか。さあ分岐部屋だ、あーモルボール。ブリザが、よし3回ぐらい連チャンしたか。待って、モルボールね、真ん前で戦ったら食われる可能性が高いから、後ろに、後ろへ、よし、え、後ろに、後ろに、バックアタックだ、よし、メンタマゲット、うわー汚い。さてと、さあいつもの焼肉タイム。戦ってるとマジでどっから来たか分かんなくなるな。
こっちから来たのね。さて、うん、あれ分岐じゃないな。あ、ちょっと広く見えたから分岐に見えただけか。休憩 OK。 さあどんどん下ってコンダクターをね使っていきたい。あ、シルベがキャンプにするか。次この先にシルベ遭遇するか分かんないからキャンプするか。え、本当にここで寝るの？仕方ねえだろ。さてじゃあ今回も状態異常をほぼ完全に防いでくれるキノコで。よし、よし、俺準備 OK。 みんなは？俺まだ眠いな。あ、眠いなんて言ってらんないぞ。ここのところ分岐は好調。おっと、プリンになってる。カタラーナ、ハリー、あ、あれ待って、インバリード聞いてないだと。ハリー、こいつらまさか魔法じゃないと聞かない。待て、だとするならちょっと待ってよ。コンダクター、フロンプト、あ、いや、これは効くのか。ナイスブロッド、任せて。あ、物理が一切効かないのか、まさか。待ってよ。あ、でも銃が効くのかも分かんないしな。次遭遇したら考えよう。うわー、パワーシザーだ。ファントムソードだな。たくさんいる。リンク暴れまくれ。セーフ。いやいやいや、残骸が。さて分岐部屋正面、しゃくしゃみしてる。正面行こう。さすがにいい加減外れそうな気はするけど。トンベリだ。包丁持ってる。もしかしてイグニスの仲間？なわけねえだ。あ、トンベリのちょっと荒っぽいやつや。バリー、トンベリはナイフ振り回すんだけど。ああ、つえ、そんなのんきなこと。こいつらとにかくガードしまくる。常にガード体勢でいこう。ハリー、よし、グラディオ行け。かわされてる。ハリー、ウィークになることあんのか、このトンベリは。ハリー、突然来るからな、攻撃が。よし、ウィークだ。受けてみろ。行け、グラディオ、今がチャンス。ハリー、敵もだいぶ弱ってきてるぜ。なら遠慮なくやらせてもらおう。お、銃ゲット。ハリー、
もうどんだけパリすんだこいつ相手に。はて、イグニスダウン。あー自分もダウン。間に合ったみたいだな。すまない、仲間いける？大丈夫？すまない、センキュー。これ頑張れ、いけるかも。さあやられんじゃねえぞ。オッケー、トンベリなんて、トンベリなんて出てきたってことはこれ当たり分岐であってほしいな。わからない、あ当たりじゃないか。でこいつらコンダクターがお好みらしいから、ちょっとゲージが溜まるのを待とう。全く効いてないしな。ちょっと待ってよ、拳銃ハイパーマグナムでダメだ、効いてない。やめて。あー3体こいつら体力自体は多くないんだろうから魔法も効くんだろうけど、魔法はちょっともったいない。コンダクター痛い、効いてるけどこれで死んでくれないなら魔法だな。ダメだね、はい魔法。これ系統モンスターにちょっと弱めの魔法をスタンバイさせるか。さあまただ。魔法を用意してこの辺で全体当たるか。あー全体ヒットならず。コンダクター行け。フロントスペシャルだ。オッケー、無事か？ノクト、それなり。イグニスにちょっとエリクサー与えとこう。ちょっとダブル片手剣にしてみるか。アルティマブレードとエンハンスソード。あートンベリだ、まだ。包丁持ってる。もしかしてイグニスの仲間？トンベリはガード戦法だ。時間かかるけど。あ、リンチじゃ行って。やばいやばい、アリー。オッケー、やったな。さあそろそろ焼肉タイム。パワーシザーだ。さあ分岐だなここ。あ分岐か。リンク、待て、ダウンが多い。ラストエリクサーだ。危なかったな。死んだ。無事で何よりだ。いや間違いない、これは分岐だ。こっから来たから左真ん中と当たってるから右行ってみよう。それともこれランダムなのかも分かんないけど。
刀だ。やっぱりバランスよくヒットはしないから結局コンダクター頼りになっちゃうな。よし、プロンプトスペシャルいけ。OK。行くぞ。さあ、ただ分岐の正当は当たりや。着いたぞ。なんかここまで来ると本当に分岐これ外れあんのか心配になってくるんだけど。さあ、体験ゲット。これはグラディオ行きだけど、コードデュレーを単体の敵に対して大きなダメージを与える。あー、どの程度なんだろうな。まあ、物は試しだから装備させてみよう。え、キャンプあるけど、ひとまずキャンプはいっか。体力まだ全然ある。おっと、こんなとこでクワール来るのか。あ、でも単体の敵ってことはこういうやつのこと言うのか。痛い。大丈夫か。なんとか。すまない。これで決めよう。よし、ウィークだ。どっ、飛んだ。あいつの体力が外に見えてきた。容赦はしない。終わらすぞ。本気出せよ。ああ無事に済んだな。あ、次ドルチェ。なんか美味しそうだな。ああ、こいつも効かないのか。速攻で終わらそう。楽しいな。だからもうコンダクターありきでゲージを貯めよう。よし、もうそろそろ行け。で、まとまったところで魔法発動だ。よし、誰を狙ってる。嘘。ラストエリクサーゲット。クワールだ。やばい、助かった。すばしっこいなクワール。よし、ウィーク。容赦はしない。オッケー。さて、またあのプリン系にあったらいい加減少量の魔法を作るか。いた、少量の魔法を作ろうと。ブリザードにミルクでも混ぜとくか。よし、こっからもういけんじゃないか、これ。ほい、ダメか、ちょっと弱すぎたなこれ。よし、コンダクター。フロントスペシャルだ。魔法いるかこれ。いらん。 OK。さて、ある程度敵を倒してきたけど、おお、イゾルデハンズってどっかで見たことある。思い出した、あれだ、オート決戦でいたやつだ。ファントムソード、こいつは強えぞ。
ってことはこいつより強いのか、もっと奥にいるモンスターは。ダメだ、ファントムソードでも死なない。あ、倒れた。よし、ファントムソードの強さが思い知らされるな。あ、ピアーズゲットした。あ、いつもの焼肉。またこいつらか。さあドルチェ倒した。経験値が10万突破。わりかし深いなここ。お、なんかぽいぞこれ。きたー、うーわー、やだ。メニュー閉じたくね。オーケー、魔法を変えよう。ボレンサンダラでいいでしょう。長くらい4連ヒットさてどうぞ。あ、強いね。ファントムソードが今足りてないんだ。あ、潜った。これかわせねえぞ。かわせた。あり。グラディオ行け。で外した。イグニスが危ない。アリー。あ、まずい、まずい。ラストエリクサー。こいつね、黙ってると回復しちゃうからどんどん叩かないとな。さあ3連ヒット。ファントムソード早く来てくれ。ウィークだ。よし、来たか。さあ、あとちょいだ。リンク。よし、倒した。よし、ここも無事にクリア。お、いい流れだった。ランスか。ランスはいかが。オッケー。いや待てよ、これはちょっとノクトが欲しい。ノクトにたまには槍でも持たせよう。プレサイズランス、クリティカルヒットしやすいやつ。あ、焼肉とは言わせねえよ。戻ろう。よし、ここも無事にクリアと。さあ、それじゃあ今回はここまでにしよう。残すところ1、2、3、これは全部クリアした時の示しだから、あと4つか。バルーバ、スチリフ、クラストゥルムと、これはこれがね一番心配なんだよな。これね、動画外でね、行ったことのある一つのダンジョンなんだけど、コースタルマークタワーっていうね、超鬼畜ダンジョンでね、まあこれはプレイするときにいろいろ説明しよう。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。